この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、日本時間の30日、ラスベガスの T モバイルアリーナで、世界ウェルター級4団体統一戦が行われ、WBO 同級王者のテレンス・クロフォードが、WBA スーパー、WBC、IBF 同級王者エロール・スペンス・ジュニアに9ラウンド TKO 勝利。世紀の一戦として注目を集めた一戦を圧倒的な KO 劇で制し、クロフォードは井上尚弥に先んじて、史上初の2階級目の4団体統一を成し遂げた。この試合の前から、パウンド・フォー・パウンドでも上位選手の試合が行われることから、どちらが1位なのか論争が起こっていた。結果としてリング氏は日本時間の8月1日、史上初の2階級での4団体統一王者となったクロフォードが3位から1位に浮上。WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥は2位となった。4団体世界ウェルター級王座統一戦を制して名声を高めたクロフォード。そんなスペンスとの世紀の一戦の前に、クロフォードは井上尚弥とフルトンとの試合について語ってくれていた。ボクシングのパウンド・フォー・パウンドで最も権威のあるアメリカの専門メディア、リングが1日までにランキングを更新。7月25日に WBC、WBO 統一スーパーバンタム級王座を獲得し、世界4階級制覇した井上尚弥は7月までと同じ2位となった。25日に4階級制覇を達成したばかりの井上尚弥とこの試合の勝者、どちらがパウンド・フォー・パウンドの1位になるか、戦前から海外メディアを中心に論争が起こっていた。しかし、試合後の会見でクロフォードは自らがパウンド・フォー・パウンドのナンバーワンにふさわしいと豪語していた。アメリカのスポーツメディア、スポーティングニュースの格闘技専門ツイッターが投稿した動画内で、この試合のパフォーマンスであなたがパウンド・フォー・パウンドの1位だと言えますか?と問われたクロフォードは、疑念の余地はない。前から言っていたように、この試合の勝者がパウンド・フォー・パウンドになる、と断言。トップ5の選手2人が戦ったんだ。1位にならないわけがないだろ、と訴えていた。でもこの試合を見て、どちらがナンバーワンだと認識した。世界中のファンがこの試合を目撃した。すぐに評価は下されるだろう、と改めて訴えた。キャリア40戦無敗としてボクシング史にその名を刻んだ35歳は、リング上でいろいろな感情が入り乱れているが、とにかく神に感謝しかないとコメント。世界に向かって感謝を叫んだ。共に無敗の王者で、パウンド・フォー・パウンドの上位ランカー同士によるメガマッチを制したことで、日本が誇るモンスターとの争いにも注目が集まった。今月25日にスティーブン・フルトンを相手に鮮烈な8回 TKO 勝ちを収めた、4階級制覇を達成した井上尚弥。その衝撃的なパフォーマンスから試合後には、何があっても井上こそがパウンド・フォー・パウンドの1位だという意見は絶えなかったが、クロフォードの圧勝劇はそうした空気を一変させた感があった。ただ、クロフォードは井上の実力を高く評価している。スペンス・ジュニアとの試合前にマイク・タイソン氏がホストを務めるポッドキャスト番組、ホットボクシング・ウィズ・マイク・タイソンに出演。タイソン氏はゲストとして招かれたテレンス・クロフォードにこう語った。世間ではお前と日本のボクサーのどちらがパウンド・フォー・パウンドなのかと議論になっている。お前はクールボーイの試合を見たのか、とクロフォードに問いかけると、全部じゃないけど見たよ、と語ると、私は同胞のフルトンのチャレンジを応援していた。彼にとってこれが初の海外。いろいろと不安や心配もあると思うけど、勝ってくれると信じていた。とフルトンのことを応援していたと明かすクロフォード。しかし結果は井上の8回 TKO 勝ち。これについては、エキサイティングな試合だった。井上が実力を見せてくれた。ただただ素晴らしかった。彼がなぜパウンド・フォー・パウンドの一人として注目を集めているのかを示した。井上の試合はいつも参考になる、と話した。その上で、フルトンは初めての海外だった、臆さずに勇敢に立ち向かった。ただ試合のコントロール、パワーのだけでなく、全てにおいて井上の方が正確だった。
理想のポジションをキープしてパンチをうまく当てていた。特に彼の踏み込みのタイミングは的確だった。まさにモンスターだと評価した。自身こそがパウンド4パウンドのナンバーワンだとしながらも、軽量級で圧倒的なファイトを披露し続ける井上のことは高く評価しているようだ。戦前から議論が沸き起こっていたパウンド4パウンド争い、クロフォードが圧倒的なパフォーマンスを見せたために今回はクロフォードが1位となったが、論争は盛り上がっていきそうだ。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。テクニックで凌駕するというのはこういうこと。まさかスペンスが何もさせてもらえないなんて想像できませんでした。パウンド4パウンドとかどうでもいいので、井上でボクシングに興味を持った人にはぜひこの試合も見てほしいです。井上がいるアジア、メキシコ中心の軽量級とクロフォードがいる全世界が中心の中量級では、そもそもテーブルの高さが違いすぎて議論する余地すらない。激戦区のスーパーライト級、ウェルター級で比類なき王者に君臨するクロフォードこそ名実ともにパウンド4パウンドのキングで、まず間違いはない。リアルタイムで試合を見ていたけど圧勝でした。やっぱり強かった。しかもあそこまで圧倒的な試合になるとは思わなかった。残念ながら今回はクロフォードが1位で仕方ないと思う。票は割れるかもしれないけどクロフォードだろうな。モンスターも年内に2階級4団体制覇を KO で取れば可能性はある。モンスターの衝撃 KO で日本中が盛り上がっている中、世界中から大きな注目を集めていたスペンスとクロフォードの一戦は、もしかすると井上選手の KO 劇よりも衝撃的かもしれないものになりました。テクニックのクロフォードかフィジカルのスペンスかとワクワクしながら試合を見ましたが、まさかあのスペンスが1ラウンド以外はほぼ何もできないまま負けてしまったのです。試合前までは互角の展開で進んでいくかとも考えていましたが、それをはるかに上回るクロフォードの圧倒的な強さを見せつけられました。しかもこれで2階級連続での4団体統一。今の時点では井上選手ではなく、クロフォードがパウンド4パウンドのキングであることは間違いないと思います。それだけ愕然としてしまう、とんでもない試合でした。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。